はい、皆さんこんばんは、ワドです。2018年3月の17日、3時45分でございます。よろしく、楽しんでってください。はい、どうもどうも。あ、風船ありがとう、ジョージクちゃん、楽しんでって。とつまちをやろうと思ってます。とつまちです。よろしくお願いします。はい、けんためはどつゆバカありがとう。はい、しゅけさんはどつゆ、聞こえた。なんかコラボ枠にするとね、ダメなんだよね。なんでこんな不具合出るんだろう。謎現象だよ。はい、ワドツー、いらっしゃい。しゅけさんハートプレゼントありがとう。これさ、コメントあるじゃん。コメントをうまく連動させる方法ってあるのかな。よくさ、深夜っちょとかさ、がコメントビューはうまく使ってるよね。これってどうやってやるんだろう。コメントを画面に表示するやり方覚えたいな、俺も。誰かやり方知ってる人いる？どうやってやってんだろう。なんだこれ、こういうことができるんだ。へえ、なんだこれ、こんなことできるんだ。なんだこれ、ループになるの。ダメだな。なんかないのかな。コメントをうまく表示する方法ないのかな。テキスト、メディアソース、ウィンドウキャプチャー、ゲームキャプチャー、シーン、はい、ワドツー。前ね、コメントビューは入れたんだけど、それをキャプチャーするっていうやり方しかわかんないんだよね。そうじゃなくてね、透過させてやる方法があるはずなんだよ。あれ、どうやってやんだろうな。肉まんありがとう。なんかね、もっと別のやり方があるはずなんだよね。どうやってやればいいんだろう。プラグイン。棒読みソフト連携。ヘルプ、なんかねえのかな。どうやってやってんだろうな。はい、ワドツー。荒野に聞いてみたいな、今度。なんかコメントを画面に表示したい、俺も。
検索してみようかな。OBS コメント表示。あ、あるな。できんのかな。あるっぽいな。嘘。後で見てみるよ。あ、できるっぽいな。あ、できるっぽい、できるっぽい。なんかね、やり方書いてあるわ。これをこうして、で、これをこうして、こうするでしょ。で、これをこうすると。あれ、消えた。コメントジェネレーターなのかな、何なんだろう。やり方が分かんないんだけど、なんか書いてあるね。どうすればいいんだろう。あれ、できないな。これがマックスなのか。なんか違うな。はい、ただいま。どうやってやんだろう。っていうか、荒野とかってどうやってやってんだろうな。わかんねえな。やっぱダメだ。なんか音が回ってない。なんかできないね。どうやってやればいいんだろう。荒野の放送を見たく、コメント欄を俺も画面の端に表示したいなと思ってんだよね。それでどうやってやんだろうと思って、それが分かんないんだよね。深夜ちょっと荒野がやってるんだけど、あれいいなと思って。あれあるじゃん、荒野も多分今やってるはずなんだけど、どうやってやるんだろう。どうやってやるんだろうな。でもこうやって携帯配信じゃなかったっけ。携帯配信であれできるの。なんか方法あんのかな。外部ツールなのかな。
ソースを追加で、ウィンドウキャプチャー。これか。ウィンドウキャプチャー。ほうほう、これか。ウィンドウキャプチャー。あ、ごめん、消えてるね。ちょっと待ってね。ウィンドウキャプチャーを追加。これかな。ちょっとやってみようか。ちょっと今試してみていい？いろいろと。実験してみよう。バージョンアップのバージョンアップ。ソースを追加、ウィンドウキャプチャー。これか。お、できてるっぽい。できてるね。で、これをどうやってやればいいんだろう。これをウィンドウキャプチャー。サイズが違うのか。カーソルをキャプチャー。テスト配信だね。サイズが固定化されてんの、なんでだろう。なんでサイズが固定化されてんだろう。規定値かな。ウィンドウがなんで固定化されてんだ。いいや。そうね。できたって。あれ、これが最大値なのか、なんでなんだろう。これはできる、これはできるんだな。なんだろうな、広げらんないな、これが。わかんねえな。ちょっと待ってね。コメント部分、やっぱりみんなで作ってる感を出したいなと思って。ちょっと俺も最近やってなかったから。バッチコメントビューは、あれ、サイズの指定って何なんだろう。サイズの指定がなぜできないんだ。これができるようになるだけでだいぶ変わるんだけどな。おかしいな。ウィンドウキャプチャーダメだな。これじゃねえな。おかしいぞ。なぜだ。なぜだ。なぜ俺だけできない。ウィンドウキャプチャーを追加。コメント欄は出る。で、こっからが勝負で、このサイズっていうのが変わってるわけじゃない。あ、これが表示されてるから。これが表示されてるから、これのサイズをこうすればいいの。あ、できたできた。なるほど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 。あ、わかったかもしんない、原因。こうすると。で、
削ることはできるのか。どうしたらいいんだろうな。産業ぐらい難しいよね、パソコンって。こんな感じで、こうやってやると、ここまで OK と。で、今度はこれを透過するのか。これを透過する方法で、クロマキーコメント背景色を緑に変更。コメントの背景色を緑、あれ色変えらんないのかな。設定一番前に表示プラグインヘルプ、色が変えらんねえな。どうすりゃいいんだ。あれ消えた。ん？消えた？消えた？消えた？なぜ？ん、なんか変になる。いやー、これ難しいな。消えた。消えた。消えたな。どういうことだこれは。消えた。類似性むず。色を押して黒、黒で類似。いや、これむずいな。これどうやってやってんだ。これだとダサいんだよな。荒野っぽくやりたいんだよな。どうすればいいんだろう。むず。どうやってやってんだろう。みんなやってるもんね。できるはずなんだよな。どうやってやってんだこうや。この背景の色さえ変えられたらこっちのもんだな。荒野に聞いた方が早いかな。荒野放送やってんのかな今。荒野に電話してみっか。やっぱ聞くのが早い。荒野に電話しまーす。今放送やってないよね荒野。荒野ごめんね忙しいのに。いやいや、あのさ、荒野ってさ、クロマキーでコメントを読み込んでるでしょ。はい。あれってどうやってやんの。X スピリットでうんやってますね、マジだ。え、何コメントビューアーって使ってんの、
はい、コメント、ふわっちのコミビューを使ってて、はい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 。それで、スクリーンキャプチャーで、うん。キャプチャーするじゃないですか。そうするとさ、背景が透過しないじゃん。で、それの透過の仕方があるんですよ。ほうほうほう。黒巻き？はい、黒巻きってところを押して、おう。まず、うん。コメビューの色を緑にするんですそね。れ、緑にするのってどうやってやんの？俺のな、ふわちコメントビューは緑にできないんだよね。え、設定でできますよ。嘘？最新版をインストールしたらいいんじゃないですあ、か。マジで？緑にできる？あ、わかった。それやっ設定てみれのば。欄でできますよ。マジか。あ、オプションかな？はい。オちプシょっョンですかね。と待って。うん。もしかしたらできるいきかまもすしれよ。ない。あ、オッケー。わかった。ありがとね。できました、10日。いや、オプションが出てこないね。なんでなんだろう。ちょっと待っツて。ールとかじゃないですか。なんか、上のメニューでできますね。まずだ。オッケー、やってみるわ。はい。ごめんね、忙結しい構あ時れ、に。便利なんで、おすすめですよ。緑にして黒巻きで緑で抜けばいいんだよね、要は。そうですね。はい。あ、ありがとわかんなかったら、よかったら行きますよ。家に。マジで？じゃあちはい。ょっとやってみて親ダメ戚だっいるんたで。ら。オはい。ッケーオッケー。ありがとはい。バンドのことも話したいんで。う。ねえ、やろうよ。はい。え、だっていうか、から、家はよまかっだた契ら。約してないの？家は、4月から一応住めるっていうことになってるんで、物件はもう決まっそれたまの？で。はい。決あ、まり決まましってたんね。だ。あ、そっかそっか。この辺？はい。そうですね。新宿ですね。嘘。じゃあ今度は遊び行かせてよ。いいか、遊びに。やだ。まあ、いいですよ。大丈夫ですよ。オッケーオッケー。バンドのことも今度話そ そうですね。う。コラボしましょうよ。コラボやろうよ、だから。はい。和道さん家一回行ってみたいんで。あ、いいよいいよ。今度来てよ。はい。はい、わかりました。いっす、お疲れっす。はい、お疲れです。失礼します。はい、失礼します。荒野が意外とあれだったね。いいやつだったね、今日は。後輩から学ぶ時が来たね。今来なくていいでしょ。で、こいつをオプションをどうやってやればいいんだ。ちょっと待ってね。一回これを消すと。初見さんいらっしゃい、ワード2。初見さんなのになんか、ワード2とかありがとね。オプションが出てこないやな。何なんだろう。これ何なんだ？オプションどこにいる？オプションいないよな。オプションって出てなくない？オプションが出てこない。何だろう。これダメだな。あれ？バグった。ちょっと待ってね。なんか不具合が出てるぞ。薬飲んでないときはね、普通にいい子なの。昔から いい子、とってもいい子。設定が出てこない。なんでなんだろう、これ。あれ、エラーが出ちゃうな。設定ね、タブにもう出てるの分かるんだけど、なんでか知んないけど、ちょっとね、ダメになっちゃう。設定ボタンを押すとエラーが出ちゃうんだよね。オプションが表示されないんだよな。どこに表示されてんだろう。バグってんの。バグるね。ペローンってなるでしょ。ふわっちのやり方は間違ってなかったんだ。ただオプション設定で背景緑にできないんだね。アップデートを確認してみようか。ダメだ。バグるわ。どうすればいいんだろう。ダメだ。エラーが出る。インストールし直そうかな。最新版にインストールします。先生。最新版インストールしよう。ちょっと待ってね。ふわっち。最新版じゃないんだ。コメビュート。最新版にしましょう。どれだろう。ふわっちコメビュー。これかな？これかな？
ふわっちコメビュー、これかな、ふわっちコメントビュアー、これかな、最新版ってやつかな、これかな、アップデにある、これでいいのかな、おい、和製さんいらっしゃい。で、どうすればいいんだ、これ。出る。これどうすればいいんだろう。これかな。なんかわからん。これわからん。わからん、わからん。どうすればいいんだ。これか。すべて展開。ねえ、和製さんいらっしゃいね。コモランマ P はよくわかんないけどいらっしゃい、うん、アップデートファイルを置き換える、ハートありがとう、ファイル置き換えたで、こいつをここにやると、ん、はい、ハピネスいらっしゃい、石川のりゆき、何言ってんの、ダメだな、コメントのオプションが表示されねえな、なんでなんだろう、バグってんな、オプションが表示されねえわ、バグってんな、どうすればいいんだろう、なぜだ、いや、ドレさん確定申告してると思うよ。ふわっち、ダウンロードしたのどれだ？え、今ダウンロードしたやつどこだっけ？多分それはないと思う、俺の予想。ふわっち、コメントビュア 3.7、これか。ダメだ、オプション開くとバグる、なんでか知んないけど、どうすればいいんだろう、困ったね、配信しながらだからかな、ちょっとわかんねえな、ここまで行くと設定オプションが開けない、バグっちゃうね。いや、今は忙しいでしょ、荒野。てか、荒野がパソコン配信なのにびっくりしたけどな。いつの間にかパソコンに切り替わってんだろう。携帯のイメージあったわ。ダメだ。今度、配信外で、いろいろいじくるわ。やだ、配信したい。配信がしたい。配信ジャンキーだから、うん、配信がつな、インターネットが接続が不安定になると俺ドキドキするからね、ネット回線が重くなると動機息切れが始まる男だから、悲しいよな、なんかでもね、生主勉強会みたいなのを主催したいんだよね、今後生主勉強会、ビンゴ大会の時やばかった、やばかったよ、サーバー落ちまくりだかんね、いや今の時代のせい、現代病だよ現代病、いやーそういうわけにもいかない、もう部屋汚ねえし、まず荒野入れる環境じゃない、荒野って俺の家来たことあったっけ、なかったかな、うん、
荒野若えかんな。もう世代がさ、10個下とかだから、荒野はね、多分ね、俺、絡みづらいはずなんだよね。上すぎて。おっさんだからな、普通にハゲてる。いや、これかっこよかったな。なんかさ、動画、YouTuber のドラム動画見てたんだけど、この赤いシンバルかっこよくないですか？もうこのメーカーのシンバル見たことなかったんだけど、赤いシンバルってすごくない？赤いシンバル。これ欲しいだよ、これ。欲しいだよ、欲しい。ドラムセットに赤いシンバルとか考えたことなかったもんね。すごい時代が来たよね。一緒にバンドやるね。綺麗だよね。これはかっこいいよ。赤シンバル。てかドラムもな、ちゃんとやんねえとな。練習しないと。下手になりすぎてるから。シンバルも消耗品だからね。シンバルって割れるんだよ。パリーンって。赤いシンバルいくらするんだろうね。見てみようか。赤シンバル。高いんじゃないの？石橋楽器限定販売。いくらするんだろう。値段書いてないんだけど。あ、でもまあ普通だわ。まあ、1万、2万いかないぐらいの値段だね。はあはあはあ。まあ、全部集めて5、6万じゃないの。まあまあ、普通の値段って感じだね。ただ、音がいいかどうかだよね。シンバルってすごく重要な楽器だから、アクセントに使う楽器だからさ、やっぱ音重視なんだよ。いや、シンバルいらないよ。欲しいけど、本格的にやってる人じゃないと意味ない。シンバル買うとか。シンバル重たいしね、大変なのよ。キックペダルぐらいじゃない？買っても。ペダル、DW のペダルって今いくらするんだろう。DW。ペダル。2万ぐらいか。まあ、楽器は金高えな、やっぱ。シンバルはね、重たいのよ。そう。それよりもキックっていうペダル買った方がいいね。ともさんいらっしゃい。ドラムセットなんか全部集めたら欲しいのなんかあったら100万なんかポンといっちゃうかんね。でもドラムセット欲しいな、ちょっとな。ドラムのさ、コンパクトドラムみたいなのがあるんだよ。ヤマハのやつまだ売ってんのかな？ペダル欲しいね。あ、安いの売ってる。これいいんだけど。これ6万？これかわいい。5万でこれ売ってるよ。これかわいくない？パールで。安くない？これ。音クソなんだろうな、多分。電子ドラムは部屋で叩いてもうるせえかんな。俺の部屋だと無理だね。だし、かっこよくないよね、やっぱ。生でしょ。でもこれ5万いいんだけど。リズムトラベラー。リズムトラベラーってどうなの？音。微妙？ YouTube で見てみようか。音クソなんだ。ちょっと聞いてみようか。リズムトラベラー聞いてみようか。まあ、クソだろうな。リズム。
ベラー、リズムトラベラー。でも5万は魅力的だな。これがリズムトラベラーだって。いきます、音聞いてみます。あ、重っ、あ、ひどいね。ひでえ。これひどいな。うまっ。いや、ひどいな。あ、フロアタムの音好きだけど、おもちゃだね。あ、裏が貼れないんだ。この人うまいね。思ってたより悪くないけどね。まあでもこんなん買ってもしょうがないよね。もうグラ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 揺れてるもんね。うまいなこの人。これ今見つけた持ち運びドラムのリズムトラベラー、んー、ちょっとな。でも5万とか6万でおもちゃにしてはいいんじゃないの。これはこれリズムトラベラー、おー、うま、この人うまいな、ドラムうまいね、うまいなこの人。普通にうまいんだけど。 X 見てみ、ラスティネイル聞いてみる。リズムトラベラー、ソナーっていうのどうなの音。まあでもおもちゃはおもちゃだよな。軽いな音が。いや、公園すぐ警察来るね。おもちゃだね。いや、思ってたより悪くなかったかな。思ってたより悪くなかった、音は。まあでも、まあ、まあまあ、小学校にあるドラムセットって感じだよね。本当にいい音はもっといい音するよ。しょうがないね。バスドラムとタムが難しいんだよ、セッティングが。嘘、中古2、3万なの？リズムトラベラー。え、ありなんじゃないの？ 2、3万だったら。え、マジで言ってる？リズムトラベラー。でも、まあ、使う用途がないからな。いつ使うのっていう感じだもんね。あ、ほんとだ。2万ぐらいであるね。使う用途が分かんねえな。よくよく考えたら。シャンさんは何？ドラム詳しいね。ドラマーなの。いや、だったら買った方がいいでしょ。 V ドラムの買った方が早いでしょ。自作っていうか、ギターもっと上手くなりてえな。なんかギター教わりてえな。なんかギターをどうやって練習すればいいのかわかんねえ。コード進行とか、なんかなんとかなんとかトニックみたいなのあんじゃん。こうやってやるみたいな。理論が分かんないダメだね。コピーしまくるしかないんだろうな、多分。ギターボーカル
ちゃんとできるようになりたいな。自宅にスタジオ持ってんの？マジかよ。金持ちかよ。自宅にスタジオとかもう男の子の夢でしょ。何そういう業界で働いてんのかな。いいなぁ。羨ましいわ。いいなぁ。裕福。すごいね。自宅のスタジオっていうのがいいよね。いいよな。スタジオとか書斎とかって男の夢だよね。書斎作りたいもん。書斎。俺ね、インテリアの雑誌買うのすごい好きだった。あの部屋、こうやって魔改造してる部屋、オタクとかの、もうごっちゃごちゃいもの溢れてるけど、オタクの部屋。おしゃれな部屋いいよね。なんかよく雑誌に載るようなさ、オタクの部屋と、あーもうこんなん憧れるわ。あーこんな部屋住みたい。これよい、これいい、これ理想。もう四方本棚に運ばれ、うわいいわいいわいいわ、寝るところ全部本とかゲームに書く、いいわ、わかる、これこれめっちゃいいじゃん。これはおしゃれすぎるな。ちょっとこれおしゃれすぎ。これはもうおしゃれさんですよ。いや俺こういう部屋憧れなんだよ。あのね、いやおしゃれな部屋とかあるんだよ、オタクでも。あ、これもおしゃれボーイだね。これはもうイケてるやつですよ。オタクを、オタクを装ったイケてるやつですよ。違うんだよ。なんかねえかな。え、ドラム上手くないっすよ僕。下手っすよ。うわ超おしゃれ、何これこれは何、ここまで行くと笑うよね。ここまでおしゃれだと笑うわ。何これなんでフィギュアが透けてるの、これ笑わない。これ絶対本来水槽とか置くレベルでしょ。まあ、練習全くしてないですね。半年ぶりぐらいにスタジオ行ったんで、まあ、BBM のキープができてないですね。ちょっとかっちり練習、まあ1ヶ月ぐらいあればまあ普通に叩けるようになると思うんですけど、ちょっとひどいですね前回は。小4ぐらいから教室に通ったりバンドやってたりしたけど、まあドラム、地元で一番下手なドラマーだったね。地元成田だから上手いやついっぱいいるんすよ、田舎だから。ダブルストロークもできないし、ツインペダルもできないし、ハイハットのオープンクローズも下手だし、まあなんかそう、叩いたことない人からしたら叩けるように見えるかもしれないけど、もう笑われるレベルですよ、ちゃんとやってる人からしたら。専門のパートドラムですね。で、あの腕なんで、まあ、うわうわ絶対鮫島さんこんなん興奮するわ。専門のパートはドラムでも、ギターやりたくてギターもやってる今は。こんなんすげえ博物館でしょこれこれ絶対鮫島さん興奮するわ。これはかっこいい、これはやばい、これかっこよくない、これはやばいわ。あ、こういう風に飾りてえな。
まあだから器用貧乏つうか何にも極めらんないでなんかずーっとそのあちらこちら好きなことやってるみたいなタイプですね、僕は。いや、インテリアかっこいい部屋はかっこいいよ、部屋。おしゃれな部屋はおしゃれだよ。でもね、ちょっとね、これね、難しいんだけど、スタジオっていうじゃん、その撮影する場所。スタジオとね、セットは全然違うの。部屋がおしゃれなのと、見せるセット、なんつうの、テレビ的っていうか配信的におしゃれなのは全然別なのね。みんな気づかないかもしれないけど、クッキングが分かりやすくて、料理ってさ、後ろからカメラ撮るから背を向けて普通料理作るはずなんだよ。だからみんなが料理番組とか見てんのって変な構造で、前に愛があってカメラが後ろにあるじゃん。だから普通の家じゃなくてね、いや、システムキッチンみたいな作りの、いや、ダイニングに向かって料理ができるっていう、お店みたいな作りなの。だから、部屋の構造もそういうのを計算して作らないといけなくて。だから、俺、壁に向かって喋ってんだよね、部屋で言うところ。宇多田ヒカルがね、それ、うまく作った PV があって。宇多田ヒカルがそれ、うまかったね。宇多田ヒカルの PV 作った人が。部屋の見せ方。要はね、奥行きを広く見せるのがね、いいんだよ、部屋は。この部屋どうしようかな、マジで。マジで考えねえとな。どうやってやるのがいいんだろう。掘りごたついいね。自分の家賃払わなくていい住める部屋が欲しいな。東京とかだとマンションとかどれくらいで買えるんだろう。腰ぐらいのベッド買うと収納できて、いや、もうね、ベッドがいらないと思ってて、ベッドセミダブルのあるんだけど、もう床に寝たいと思ってて、床にマットレス敷いて寝たくて。部屋が狭いから、ベッドは取り外そうと思ってる。っていうか、部屋片足配信やろうかな、今から。部屋片足配信でもいい、お片付け配信やってもいい。ちょっとお片付け配信やろうか。鮫島さんに部屋片付け約束したし。どうしようかな。どうやってやるのがいいのかな。部屋片足配信でもいい？ミニマリストにはなるつもりないよ。大掃除だよ、大掃除。ガムテープを用意だ。部屋のセットを作らないと。テープねえな。ちょっと逆さまになるけど我慢してね。
ちょっと危な。ちょっと画面動くよ。捨てるもの、いるもの、それぞれのゾーンに分ける。オッケー。ちょっと待ってね。ごめんねごめんね。こんな感じかな。どう？見える？オッケー、カメラの角度で。アクセサリー外すか。片付け配信は大変なんだよ、セットを組むのが。いらっしゃい。ああ大仏って新しいアイテム出て、それを投げてる夢を見た。声どう？声聞こえる？拾いすぎ？俺が何喋ってるか分かる？単一。ああテーステーステース、どう？クリア？こもって聞こえる？あ、テースです。OK。 どうしよっかな、どっからやろうかな。音楽は、音楽入れとこうか。あ、すごい綺麗に聞こえる。 OKOK。 で、俺が声を聞きたいから、コメントビューアーを起動して、コメント読み上げ、コメント読み上げをつける。コメント読み上げをつけて、で音楽を切ろうか。音楽を切る。で再生デバイス、コメントちょっとテストって書いて、コメントテストって書いて、テストって書いて。ともさんテスト、西条さゆきさんテスト、何回か書いて。もう一回書いて、何回か。西条さゆきさんはドサーム。 OK。 もうちょい声で書いた方がいいか。 OK かな。
じゃあ枠を取り直して部屋片付け配信にしようか。枠を取り直そうか。じゃあ一旦枠を取り直します。お疲れ様です。